城田優さんのアルバムマリアージュのですね、解説を勝手にどんどんしていこうという動画3本目でございます。アルバム収録3曲目はですね、もうこれまた有名な曲、宇多田ヒカルさんのファーストラブという歌ですね。でこれは、女性のもちろん歌ですから、城田優さん男性ですから、普通カラオケとかで女性の曲を男性が歌おうとすると、まあ、キーをですね、まあ、下げますけれども、4つから5つ下げると、まあ、大体その女の人が歌っている同じようなこう高さに男性としてなるというふうにまあ一般的に言われてますが、この曲に関してはもともとの宇多田ヒカルさんのキーから6個下がってきてますので、ちょっとね低めの設定、まあ、すごい低いわけじゃないですけど、宇多田ヒカルさん自身もそこまで高いキーじゃないので、ちょっと低めの設定にしてあったんですね。で、この歌をまあ聴かすときに、まあ、いろんなうまさの要素ってあると思うんですけど、やっぱり城田優さんみたいな高い音も出る方とかね、声が張れる方っていうのは高い音をバーンと出すことによって、自分のこう良さをねアピールしやすいっていう持っていき方を、ね、女の人の曲を歌うときはするのかなと思ったら、結構低いキーの設定できたので、でこうなると、どこでうまさをこうアピールしていくかというと、高さがないので、歌い回しとかね、そしてこの曲はですね、原曲の宇多田さんのファーストラブよりもちょっとだけテンポが速くなっていて、なおかつ後ろ側でこうループのリズムって言ってですね、ドントンタンタンドントンタンタンと原曲のピアノ伴奏と違ってちょっとこうノリがいい感じなアレンジになってるんですね。でそこに対しての私この曲の城田優さんのボーカルの良さは、やっぱりこうリズム感というかね、グルーヴ感というんですかね、これが基本的にずっといいリズムで回っていってます。だから、ノリがとてもいいので、本物のというかその本家宇多田さんのファーストラブよりももうちょっとですね、リズム感のいい乗りやすい曲の、調子になっておりまして、でなおかつですね、私がここの曲でですねいいなと思ったのが2つあるんですけど、1つ目は、とにかく英語の発音が素敵です。これは私は歌の先生ではありますけれども、英語は全然喋れませんので、ものすごい素人意見ですけれども、すごい綺麗な英語っていう。でもこれはもういいですよね。だってもう、城田優さんはスペインの方とのハーフということで、まあちょっとだけ調べさせてもらったら、英語は独学でね、どうやら、勉強されたというようなことが、まあ、合ってるかちょっとわからないんですけど、記事で出てきましたので、だとしたらもう素晴らしい本当に発音の良さで、やっぱり日本人がね、私たちが純粋に洋楽を歌ったりとか、この英語の中に歌の中に英語が出てきた時に、やっぱりその発音がちょっとこうね、拙いとですね、歌が上手くてもちょっと魅力半減ってなってしまいがちなんですけれども、まあ、お見事な英語ね、もうこれは私が偉そうに言えることでは全然ないんですけれども、というのと、もう一個私は素晴らしいなと思ったのが、城田優さんのですね、この歌い回しの、まあ、言葉で言うとフェイクっていうんですかね、本当のメロディーはこういうねでいいんですけど、宇多田さんもそうですけど、城田さんも歌うときにみたいな、こうちょっとこう動いてるやつね、まあ、フェイクというふうに言ったりしますけれども、これがね、本当に何て言うんだろうね、日本人離れしてるというか、まあまあハーフですから、ハーフの方ですから、日本人離れしてるんですけど、何て言うんでしょう、外人さんが、洋楽の人たちが回すようなかっちょいいフェイクが随所に出てくるのが、この曲のすごく魅力的なところだと思うんですけども、その中でも私はね、ここをぜひ皆さんに聞いていただきたいというポイントがありまして、もう曲の後半です。キーが最後1個上がって、私の英語はダメですよ、発音はね、まだ恋に落ちてもの後、 I remember to love、 この後ね、 You told me、 ちょっと俺うまいことできたね、 told me のこのとこで、皆さん分かりにくいと思うので、数字で言うと3分18秒、もうこの曲はね、この曲は3分18秒の城田優さんのフェイク、 You, yeah, I told,
You talk me、 ちょっと英語もはっきり分かってないんでごめんなさいね。 So, You talk me、 ここの Tell me、 3分18秒、これはもうね絶品です皆さん、なかなかプロの日本人アーティストの中でもこれこの回し方できる人いないんじゃないかっていうぐらい、見事な、フェイクというかね歌い回しになってると思いますので、まあ、この曲は高い音の白田彩さんの良さではなくて、そのグルーヴ感の良さと、そして言葉の綺麗な発音と、3分18秒、 You told me、 ここぜひ皆さん聞いていただきたいなと、私ここ大好きなんですね、ぜひそういうところも聞いていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いました。